マロも大好きな J リーグクラブ湘南ベルマーレが今シーズン J1 に昇格したとよ。そこで今回は茅ヶ崎出身の人気プレーヤー湘南ベルマーレ鎌田翔馬選手に今シーズンの意気込みを突撃インタビュー。さらに昨シーズンから引き続きチームを指揮する張キジェ監督からもお話を伺ったぞよ。私たちの町の J リーグクラブ湘南ベルマーレをみんなで応援しましょう。では早速茅ヶ崎出身のベルマーレ選手鎌田翔馬選手に今シーズンにかける意気込みについて伺いましょう。今年のチームっていうのは若い人もすごい多いですし、ここの下部組織で育った人もやっぱ多いので、そういう中でやっぱ地元の選手がこうやって頑張ってるっていうので、やっぱ結果を出していくことがそのサッカー界にとってもすごいいいことだと思いますし、何かこの湘南地区で育った選手がこうやってプレーすることによって見てくれている子どもたちにもやっぱ夢を与えるものだと思うので、力を出して結果が出すっていうことがチームとしても個人としてもやっぱそういう目標はすごい強いですね。子どもたちに夢を。サッカー選手を目指す子どもたちへアドバイスするとしたら？遊んでる子たちを見るとやっぱ自分も遊びたいなっていう気持ちも僕もやっぱ学生時代ありましたし、そういう中でやっぱ自分はそのプロになりたいっていう気持ちはすごいあったので、そういうところに絶対流されないで歯食い縛ってサッカーやって、その誰よりもやっぱ努力するっていうことが大事かなって今はすごい思います。鎌田選手も努力を重ねてプロになったんだな。そんな話を聞いたらますます応援しちゃうぞよ。サポーターの皆さんも応援しているわ。ベルマーレの選手にとってサポーターの存在ってどう映るのかしら？サポーターっていうよりはそのファミリーに近いかなっていう、選手にもすごい優しいですし、どんな時もブーイングしないで応援してくれるっていうところがすごい温かいですし、選手からするとやっぱそういうところはやっぱ力になってくると思うので、どんな時でもやっぱああやってコールしてくれるのはすごい嬉しいですね。ここでプライベートな質問タイム。鎌田選手が茅ヶ崎でデートするとしたら？もうマロったらサッカーと関係ないじゃない。でも私も聞きたいわ。そうだな、相手が電車で来る設定だとすると、やっぱ茅ヶ崎の駅で改札で僕が待ってるような形で、恥ずかしいなこれ、そうですね、やっぱ最初はサザンビーチということで、やっぱ海の方へ行って、あの辺のやっぱサイクリングロードもありますし、ああいうとこで散歩したり烏帽子岩見たりとかで、結婚式場あるじゃないですか。で、あそこのやっぱサザンビーチカフェとかでお茶したりお昼食べたりして、で、そうどこだ、カムゾ通りのプレンティーズっていうアイスがあるんですけど、あそこが結構僕好きで、あそこによく行くんですけど、あそこのアイスを食べるかな、食べてその海からの帰りにで、そうですね、茅ヶ崎だとそっからはやっぱサティに行って映画すかね、サティ、茅ヶ崎サティ行って映画見て、映画見終わって最後はそのモキチの方でご飯食べるって感じですかね。あそこのパスタとかそういうところ行ってやっぱご飯を食べるのが一番、おすすめですね、茅ヶ崎では。鎌田選手随分欲張りなデートコースぞよ。こんなロマンティックなデートを鎌田選手としてみたいわ。では最後に鎌田選手から茅ヶ崎の皆さんに向けてメッセージをいただきました。今年 J1 に上がったので、今まで以上にサポーターの方の力がすごい必要になってくると思うので、僕たちもチームとしてやっぱ結果を出していくことも大事ですけど、そういうみんなで
その戦うっていうスタイルがやっぱこの湘南のいいところだと思うので、応援してくださってるっていうことに感謝の気持ちをプレーで表すっていうことが僕たちの仕事だと思うので、まあ、そういうところをしっかり見せるのでぜひ見に来てください。鎌田翔真選手ありがとうございました。鎌田選手素敵だったわね。今年でチーム結成20周年目を迎える湘南ベルマーレ、ここで茅ヶ崎の皆さんからの応援メッセージを紹介します。 J リーグ一部昇格おめでとうございます。一部でも優勝目指して頑張ってください。家族みんなで見に行きたいと思いますんで、とにかく頑張ってください。地元茅ヶ崎から応援してますのでぜひ頑張ってください。湘南ベルマーレの皆さん優勝目指して頑張ってください。湘南ベルマーレ頑張れ。鎌田選手 J リーグでも頑張ってください。応援してます。湘南ベルマーレにかける茅ヶ崎の皆さんの期待がとても大きいことが分かったぞよ。そうね、湘南ベルマーレも地元の皆さんと一緒に歩み続け、そして地域との関わりをとっても大切にしているクラブなのよ。例えば先日も湘南ベルマーレの鎌田翔真選手、荒堀健二選手、真壁清代表が茅ヶ崎市役所にいらして、障害者施設の皆さんを対象にした無料招待チケットを提供してくれたのよ。他にもなんと湘南ベルマーレの普及育成コーチが小学校の体育の授業に参加していたりするのよ。ボールを使って運動をすることの楽しさや思いやりの大切さなどを伝えているんですって。子供たちも大喜びらしいわ。そうであるか。地元を大切にしてくれる湘南ベルマーレをマロも一生懸命応援するぞよ。ここで皆さんにベルマーレから嬉しいプレゼントのお知らせです。4月6日土曜日17時から湘南 BMW スタジアム平塚で行われる川崎フロンターレ戦に抽選でペア50組の方をご招待。ご希望の方はハガキに必要事項をご記入の上、茅ヶ崎市役所スポーツ健康課までお送りください。締め切りは3月15日必着。当選は発送をもって返させていただきます。続いて湘南ベルマーレを率いる張貴瀬監督にお話を伺いました。張貴瀬監督は44歳、現役引退後は川崎フロンターレやセレッソ大阪、湘南ベルマーレのコーチなどを務め、昨シーズンからベルマーレの監督に就任。1年目で J1 昇格を果たしました。日本のやっぱり、サッカーマンにとってっていうか、やっぱり一番高いレベルのリーグでプレーできるということで、やっぱ選手たちに存分にやっぱりそのプレーを楽しんでもらいたいなと思いますし、僕にとっても初めての J1 のシーズンなんで、いろいろあると思いますけども、まあ、いつも前向きにやっていきたいなと思ってます。はい、続いてホームである湘南 BMW スタジアム平塚のサポーターの応援について伺ってみました。いや本当に平塚競技場とかに入るとそういう一体感を醸し出してくれるんで、やっぱそこは選手も励みになるだろうし、まあ、去年もホームで2回しか負けなかったんですけど、まあ、そういう意味もホームでもサポーターの力はすごい大きいと思います。選手はやっぱあの声援っていうのは何がどれも買い上げたないパワーになると思うんで。続いて茅ヶ崎にお住まいという張監督に茅ヶ崎の街について伺ってみたぞよ。僕が住んでる感じはなんかいい意味でギスギスしてないで、結構オープンに自分の価値観を大事に生きていらっしゃる方が多いなって印象はあります。はい、適度に自然があって適度に都会があるみたいなそんな街だと思ってるんで、まあ、どこも本当になんか落ち着く場所だなと思います。では最後に張貴瀬監督から茅ヶ崎の皆さんへメッセージです。私個人的にも茅ヶ崎一市に在住して今年は9年目になります。茅ヶ崎の海側も、まあ、あの駅の北側も僕は辻堂駅の近くなんですけども、とってもアットホームで住みやすい街だなと思ってますし、この街が本当に自分に合ってるなっていうふうにもう改めて思います。今年は J1 というリーグですけれども、本当に茅ヶ崎の市民の皆様にスタジアムに来てもらって一緒にあの喜び合いたいと思いますので、ぜひ湘南ベルマーレ今年も
力強く応援していただければありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。張監督、鎌田選手、ありがとうございました。これからも茅ヶ崎のみんなと一緒に応援していきます。湘南ベルマーレ頑張れ、イエーイ。みんなで歌おう茅ヶ崎歯科。今回のみんなで歌おう茅ヶ崎歯科に登場するのはこちらの女の子。こんにちは、黒部のどかです。のどかちゃん何歳ですか？3歳。皆さん覚えていますか？小玉のどかちゃんは以前ハーモニアス茅ヶ崎の茅ヶ崎歯科特集で元気よく歯科を歌ってくれたスーパー女の子。当時は2歳でしたが、ちょっぴりお姉さんになったのどかちゃんが今回も茅ヶ崎歯科を披露してくれました。上手に歌ってくれました。のどかちゃん、好きな食べ物は？さくらんぼ。好きな色は何色？ピンク。どうしてピンクが好きなの？だってなほちゃんもピンク好きだから。将来何になりたいですか？プリキュア。どうしてプリキュアになりたいの？なほちゃんもプリキュアになりたいから。なほちゃんととっても仲がいいんですね。ちなみに茅ヶ崎市長の名前知ってる？服部さん。のどかちゃんは今月で4歳になります。とってもお姉さんになっていた小玉のどかちゃんでした。みんなで歌う茅ヶ崎歯科。